きな声で声援を送っています。同点のランナーは二塁です。8番の陳陽希、今日は4打席ヒットなし。さあ杉内踏ん張りどころ、空振り、チェンジアップ入りました。いいですよ、粘り強い。このバッターはどちらかというとストレート系一本狙いなんですよね。スライダーが低めに決まってくれればサードフローとかダブルプレーというの、はい、でもちょっと理想ですね、ありますね、はい。空振り、2球連続です。変化球使って空振りを取りました。かなりバッターはもう振りに来てますね。そうですね、こうなった時にどっちに切り替えるかですよね。まっすぐの変化球もという切り替え方をするのか、はい、それでもあくまでまっすぐっていう思いで振ってくるのか。本当に球球やはり間があります。バッターがどういう対応で来るのか、 そうですね、はい、そこに対しても日本バッテリー杉内と炭谷のバッテリーです。変化球もう一回しっかり前に落とす。炭谷銀次郎です。キャッチャーの中田は最年少25歳。外のまあ、いわゆるチェンジアップですね、はい、チェンジアップを振るっていうことはほぼインサードに関してはノーカンです、はい、だから見せるんだったらインサードに見せておくと、またもう一回こう後ろ体重にできたりとかするんで、またそのチェンジアップが有効になったりするんですけどね。詰まった、ファーストは井端、スタンドに入ります。全く合わないファールなんですね、はい、だから僕だったらもう一球ちょっとインサイドに行ってもいいかなって、高めに少し、はい、厳しいところボール決めでいいですか。そうですね、はいはい、コースよりも高さがボールっていう高さ、はい。二塁ランナーは高志向です。帰ればまたまた同点です。高め投げるのは勇気いりますね、ここはね。いや、東京ドームだしね。さあ杉内追い込んでいます。当たりそこでファールです。やはり古田さん、キャッチャーの選択としてはあそこになってきますか。そうですね、まあ、空振り取れたら一番いいんですけど、まあ、いい当たりでもね、仮に内野ゴロっていうのがありますから、ね、高めはね、ちょっと当たった時に長打っていうのがありますからね、はい、ちょっと今バットが折れましたね、折れましたね。今日投げたピッチャーたちが映っています。牧田、田中、沢村、能見です。ちょっと代わりのバットが出てくるのに時間がかかっています。これってその間に投げちゃいけないんですかね。投げるというのは軽くキャッチボールするのに。ああ、なるほど、はい、あまり長い場合はですね、ちょっと長いですよね、これ ね、 そうですね、はい、普通はね、あまり投げたりとかしないんですけど、はい、ワンボールツーストライク、あとアウト2つです。日本球がどうつながっていくか。全く頭の中になかったと思いますよ、はい、はい、
もう一つ行った、ちょっと真ん中、はい、新陽希も追い込まれてから簡単には終わりません。画面中央、今日先発の王健民です。ポーカーフェイス、いつも表情を変えない王健民、祈りを送っています。さあ次の1球はどうか、高めのチェンジアップ、これはバッターがいい粘りなのかどうなんでしょうか、今の状況というのは。まあ、あの変化球もマークしながら打ってるんでね、ストレートはちょっと遅れ気味に見えてるんですけど、まあ、今みたいに、ね、変化球も来るんでね、はい、まあ、両方マークしながら打ち方をしてるわけですね、はい、だからまあインコースにズバッといくのか、あのチェンジアップなら低めに行けば大丈夫なんですけどね、はい、中途半端なところに来たら危ないです。さあ決めるか、ショートのみんな最終回は次週3月15日金曜日に放送いたします。どうぞご了承ください。まず工藤さん、はい、大変なゲームでした。